うも草西水産の木村です。今日はですね、まあ、牡蠣シリーズ10月になったんで、いろんな種類の牡蠣が各地から来ております。その一つがですね、ここ近年 2,3 年ぐらい前からですかね、入ってきたのがじゃん、江戸前オイスター、千葉県富津で作ってる牡蠣になります。今年から売り始めてます。1個220円です。一回どんなものか開けて食べてみたいと思います。僕のは1個だけね。で、江戸前オイスター剥いてまいりました。でね、こんな感じですね。見た目ね、やっぱ小ぶりで可愛いですね。プリンとしていいと思います。うん、いいですね。江戸前オイスター、まあ、名前がいいですね。江戸前なのにオイスター、この相反するみたいな。ちょっと食べてみます。うん、いいですね。非常にさっぱりしてて食べやすいのと、身が非常に締まってますね。牡蠣って結構柔らかいんですけど、これ生け締め的な感じで結構歯ごたえがあってびっくりしました。いい感じです。1個220円です。よろしくお願いします。江戸前オイスターでした。